さあ、ゲーセスをやっていきますということで、まあ、この前の動画でね、まあ、レイドなんてどうでもいいんですよとは言いましたが、まあ、普通にね、盗聴していたんですが、まあ、今回のレイドはね、どんなもんな強さなのかなというところだったんですが、まあ、とりあえずいつもね、レイドが来ると、前回使っていたメンバー、そのままでとりあえず盗聴するっていうのをやるんですよ。何も変えずに、もう同じメンバーでとりあえず盗聴する。で、まあ、何番かわかんないですけど、とりあえず100回に行ってから考えるみたいなね。もしくはあまりに勝てないと、途中で変えたりしますが。ただ、今回に関してはね、その最初から前回のメンバーのまま、100回ね、ワンパンできました。何も変わらず同じメンバーで、レベル100ワンパンです。もうちょっとね、こう、アビリティのオンオフとかをね、調整すれば、残りターン数はもうちょっといけそうですけど、もういちいちトラマスのさ、アビリティのオンオフとかさ、キャラスキルのオンオフをいちいちするとね、忘れちゃうんすよね。その忘れたことに気づくのがいつになるかわかんないっていう感じなんで。多分今現在もいるんでしょうね。前にレイドボスで使っていて、設定変えずに今も使っているキャラクターっていうのは多分何人かいるんでしょう。まあ、そういうことにならないようにね。まあ、自分もたまにさ、キャラのこう新しいイベント来てさ、こう長押ししてさ、設定見てるとさ、これオフになってたのって思う時がね、まあ結構あるんでね。だ今回はレベル100いったんですけど、特にね、設定は何も変えずにね、前回のままっすね。本当はビネラにね、AP 回復アイテムで装備させたいんですけど、ちょっとめんどくさいって感じかな。メンバーはこれっすね。クラウド、ルシオ、破滅のシテル、ビネラさんです。自分はね、ビジョンカードはね、属性ビジョンはほぼ持っていないんで、大体ここら辺ですよね。属性ビジョン来る前のビジョンカードを大体使ってますね。まあそんな感じかな。多分今回は意外にいける人も多いんじゃないかな。ワンパンさえできればね、まあ新しく来たね UR 武器も、まあその他の素材もね、普通に取り切れるのかなとは思います。まあそんな感じで、ちょっとゲーム戦争最近ね、なんだろうエイプリルフールネタ以来さ、なんか、存在を消してますよね。ゲーム戦争なんか存在を消してる今。なんか本当にね、この今のさ、ビジョンカードのガチャ終わったらね、次何が来るんでしょうね。コラボ来るにしてはちょっと静けさの前と言っても静けさすぎる。まあでもね、今週には多分発表あると思う。レイドいつまでだろう。レイド15日までですね。今週中には終わるんで。今週終わりくらいには何かしらのね、情報来ると思うんですけどね。ただ本当にちょっと静かすぎるんで、ガチでコラボ来ない気がしないでもないですね。ワンチャンなんか普通のキャラですね、ある気がする。まあ、そんな感じで、ギルドメンバーね、一人募集してるんで、ギルド要項と動画概要欄確認してもらって、1名募集してます。ようやくね、こう、素材がなくて覚醒できなかったキャラクターたちを、一応覚醒させてね、ようやくあと3人ですね。覚醒できていないキャラクター、あと3人で終わります。まあ、だからね、新キャラ引かないっていうのもね、やっぱいいと思いますよね。今までね、育成できなかったキャラにね、素材触れるんで。とは言いつつね、難しいとこっすね。まあ、本当にね、今週何かしら情報来ると思うんで、ちょっとドキドキしますね。それなりにね、ちょっと石は貯蓄できてるんで、情報の発表をね、待ちたいなと思います。そんな感じで、どうもありがとうございました。